こんにちは。どうも。どうも。どうも、恵比寿ゴルフレンジャーのレッドです。グレです。ちなみに僕何も今回この企画何も聞かされてないんですけど。いや、ただ二人で寿司食おうみたいな。そういうこれじゃあれですか、うん、この決起会というか、そう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 、まずはコンさんを倒すための、そうそう、どういうリーダーからの差し入れという感じ、そう、意気込みかなっていうのをちょっと聞きたいだけなんで、ね、そうですね、うん、なんで動画を撮ってるか僕全然わかんないから、いいじゃん、はい、わかりました、じゃあはい、どうすんのこれから、これからとしては、うん、でまずガリウオの、コンさんを倒すと、うん、倒すと、はい。ね、そうなったら、フィリピンでちょっと黒四角取ろうかそれはね、まあ、そんなこんなね、とりあえずじゃあ、ブルーにちょっと頑張ってほしいってことで、はい、僕からお寿司のプレゼントをじゃあ、そうですね、はい、一緒に合計1万5000円ぐらいのお寿司食べましょう。いいですか、そんな簡単ななんかお寿司を食べてるだけの動画で。いいんだよ、いいんだよ、そういう、ね、たまにはね、はい、ありがとうございます。え、いいですか、もちろん食べようよ全然趣旨が分かんないんだけど、全然普通に、ね、え、ほんと食べていいの。食べて食べて、いただきます。美味しいお寿司買ってきた。うまそうだな。ちょっとこれ、多分これからどうかな。うまっ、うん、なんかあー、なんかタコかな、米がクローズだ、クローズ。うまっ、タコ、これタコでした。タコ、うん、うまい。なんかちげえな、これ。どう、うめえ。これなんだろう、なんですか。溶ける口だから。じゃあちょっと僕この大トロ風なものを、大トロなるものをちょっと。大トロね。大トロです。うん、うまい。なんか怖えな、これ食っていいですか。全部食べてよ。いいの、うん、食べるとこも取りたいみたいな。大丈夫、これ全部食って。全部食って大丈夫、大丈夫、なんもないもん。怖えな、こんなこと初めてじゃないですか。うん、なんかリーダーが自らね、寿司持ってきて食っていいよなって、今までありました、こんなこと。ないですよね。うまいね。いや、普通にうまいし、うん、普通にうまいからちょっと怖いっすね。でもいきなりこうやって撮影始まってるわけじゃないですか、うん、で寿司が置いてあると、うん、何も聞かされてないです、本当に僕は、うん、期待されてないじゃないですか、うん、だから、わぁ、なんかやんのかなって、ゲームみたいな、うんうん、で絶対これわさびとかめっちゃ入ってるだろうなって、うん、俺思ってたんですよ。そんなことしません。そういうのもないんですか、うん、これ金目。これ金目、これ金目。うん、うん、これじゃ中トロだ、これ。あー、うんめー。よかったよ、寿司好きで。いや、俺もこれ食ったら、うん、マジちょっとコンさんにマジで勝たないとリーダーに申し訳ないですけど。ほんとだ。ちょっと、あ、もう幸せだな、俺こんなの食えて。うん、縁側。うん、うまっ、エビ。油のペレンがまず、うん、おエビ、うまっ。おエビどれ、これ、あ、ここエビなんですか。うん、生の小エビちゃんたちがいっぱい。なんか怖えな。何、なんもないよ。みんな大丈夫だから安心して。いいことしか、もういいことしかないから。いいこと、いや、いいっすよ、別に。じゃあちょっと今、寿司食べて美味しいでいいことでしょ。まあ、確かにそうですよ。え、なんかこう、え、まあ、たださ、これなんか全部食えなかったら金請求されるとかするじゃないですか、ね、でも、これただ寿司食ってるだけじゃさすがに撮影はしない。いや、そうっす、だから僕は今、何かがあるんだろうなって今思いながら食ってるわけですよ。罰ゲームはないから、大丈夫。とりあえず食べよ、食べて。いや、マジでわかんねえ。本当に怖くなってきた。卵、小エビいただきます。うん、いや、この辺でやめとこうかな、怖いな。いや、やめないでしょ。いや、だって趣旨がわからないでしょ。
じゃあ最後のサバです。すごいサバが3枚ですから。うん。じゃあごちそうさまでした。さあやってまいりましたクイズ寿司おねやのお時間です何寿司おねや今、計16貫の寿司を食べていただいたんですが、はい、寿司16貫の食べた順番をすべて間違いなく当てられた場合、うん、ブルーさん、この前 TS の次第って、あはいはい、動画ですね。タイトリスト DS2 の、はい、行きました。はいはい、欲しいって言ってたじゃん、もう買うって言ってたじゃん。あ、ツアー AD の社長のやつですね。はい、はい、買います買います、はい、間違いなく当てられた場合、僕、レッドからTS のあらプレゼントあらしてあげようかと。はいはい、ありがとうございます。はいはい、何もし間違った場合、このお寿司代1万5000円をブルーが払っていただくという企画です。え、マジで？はい、企画です。うわ、出た始まったっ、だからこの動画撮ってたんだ。はい、撮ってました。もうこのもう一個のカメラに答えは全て入っています。で、まあ、なるほど、寿司おねやといえばオーディエンス、まあ、オーディエンスいないんで、はいはい、まあ、テレフォンと50/50が使えます。テレフォン1回と50/50 1回ずつ。あ、オーディエンスはない。オーディエンスはないです。まあ、テレフォンに関しては、まあ、誰かに電話して、俺今寿司食ったんだけど、これ食べたんだけど、次何食べそうみたいな。いや、怒るわけないし。お母さん。お母さんでも、イエローでも、まあ誰でもいいと電話して、その人が、いやー、何々じゃないって言ったら信じるか信じないか。え、何があったかもわからないし、電話で。そう。テレフォンなんて誰に使うのよ。じゃあ家に、家にかけるとしたら。50/50 を2回使っていいか。2回。最初使っちゃったら、もう半分になるだけなんで。僕は見て、判断。では、クイズ寿司おねや、スタート。何を食べてるかっていうのが、あ、分かった、はい、1貫目はい1貫目ちょっと待って、1貫目タコ、ドロロロロロバーン、タコ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、オッケー、正解でしょ。正解、ナイスありがとうございます。はいはいはい、ビントロ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 、ファイナルアンサー、ビントロ、ビントロ、はい、ファイナルアンサー、正解です。いいものっていうか、食いたいものから食べていくスタイルなんですよね、うんうんうん、はい、だから次は絶対俺は多分俺だったら通常の俺だったら、うん、通常のブルーだったら、通常の俺だったら大トロ、おお、右下の大トロ、大トロです。三冠、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、もうこれ間違ったらここで終わっちゃうか、うん、でまだ使えないそれは。まずテレフォンなんか使えないからね、だって意味ないもん、そんなの意味ないじゃん。だから 50/50 でしょ、使えるとしたら 50/50 はもっと分かんないで使いたいでしょ。大トロ、大トロ、うん、大トロ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解、あ、はい、ウフウイ、楽しんでんじゃん。よしよし、うん、あ、こっからちょっと曖昧になってきた。それ俺中トロ、多分中トロだと思ってタイムをつけたと思うんですよ。そしたら途中で金目って言い出した気がするんですよ、リーダーが。
だから、でも俺はもうそれを戻そうとせずに食った覚えがあるからそう金目意外と覚えてるね。もう今イメージですよイメージ。ちょっと今カラオケになってますけど、まあこれは BGM ってことカラオケは OK だと思う。下手くそだ、ほら俺は下手くそだ。金目ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。まだ自信がある。若い、はい、はい、フィフティフィフティ。ちょっと分かんない、ちょっと何か多分俺金目だと思うんですけど、ここで使うのもったいない気もするんですよね。じゃあフィフティフィフティ、何かとフィフティフィフティします。失礼します、6個にします。サバ、中トロ、金目、卵、ボタエビ、イカ。サバ、中トロ、金目、卵、ボタエビ、イカ。金目、金目、金目、金目だわ。金目、金目が入ってる時点でも俺の中で金目なんだ。入ってなかった金目じゃない。入ってる金目。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。もうなんかフィフティフィフティがもったいないぐらい。一回使っちゃったからね。金目。あーじゃあねだよね、もうフィフティフィフティもったいなかったな今だって使わせるようにしたんだよ。金目だって分かってたもん俺。これさ、フィフティフィフティ1回とテレフォンがあります仲良しのイエローに電話しても OK です。テレフォンねテレフォン使います。いやいや、もう次でテレフォン使いますねはい、分かりました。まあ、テレフォンなんてね、役に立たない。いやでも、待って、俺今多分思い出した1個思い出した。はいはいはい、多分中トロ、金目の横、中トロ、中トロ、ファイナルアンサーで、ファイナルアンサー、これはいけると思う。じゃあファイナルアンサーね。はい、正解。ほらほら来たちょっとここでグリーンがオーディエンス、オーディエンス関係ねえもん。いいよおあんたこの使えるオーディエンス俺もこの辺でこれ肉いったのか卵食ったのかもう分かんないイカいった、イカいったっぽいな俺なら。でもオーディエンス待ってください。まず、いやこれ本気で分かんない。テレフォン、テレフォン、はい、テレフォンを使います。誰に電話するか、あのスピーカーにしてくださいここで、ね、テレフォンはい、青津、イエローさん、あの今レンジャーの撮影中なんです。で、クイズ寿司オネアっていうのやってるんですよ。クイズ寿司オネアっていうので、もうちょっともうまあ多分ね理解できないと思うから、はいはい、先に聞くわ。ああ俺さ、中トロ食った後に何食ったっけ。中トロ食ったの。ガリじゃない。やばガリじゃねえんだよ。ガリじゃないんだよお前。適当なこと言うだよお前。なんだよあれ適当なこと言う。こっち、忙しい。こっちで1万5000円かかってんだよ。ふざけんなってお前。いきなりこんな変な企画に巻き込まれてさ。中トロの後だよ。大トロの後は俺金目食ったの。中トロの後で、お縁側ね、縁側かい。縁側か。でそれね、いや結構ねある線なのよそれ。あ、じゃあ終わった終わった。いや縁側ねあり得るんすよね。ちょっと思い出せますね。本当はもうちょい親身になってほしい。卵でちょっとリフレッシュしようかなーなんて。だから縁側。もうそれはイエローを信じて。はい。もう彼のその適当なぴったり予想だと思うんですけど、まあそれの直感を信じて。だって俺はだって寿司のネタなんか一切言ってないんですよ。で、彼と僕はもうこれ、彼と18年ぐらいながらなんで、多分僕がじゃあそのね、中トロの後何を食いたいか、もしかしたら分かってるかもしれない。縁側好きなの。縁側嫌いじゃないです。いつも食べるんです。食べます、食べます。まず、あいつ寿司って覚えるのがないですから。
なので縁側、これ外れたら終わっちゃうよ。縁側でファイナルアンサー。ファイナルアンサー、早かったね。そう、正解。おれー、言ったぞ。おい、つけー、おい、つけー、マジで。なになに、イカイワシ、イカイワシ、フィフティー、フィフティー、フィフティー、もう全部使う。さあ、もう使わないとダメ、わかんないもんだって。フィフティー、フィフティーを使います。さあ、今残っているのがサバ、赤貝、小エビ、イクラ、ボタンエビ、卵、イワシ、イカとミル貝、ミクリ、はい、ここの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個あるんで5個に割ります。正解含んで、はい、5個ってどういうの。赤貝、卵、小エビ、サバ、イカ、この辺で、この5個っすね。この辺はね、俺イカと卵で迷ってるんですよ。イカか卵、はいはいはい。でなんか縁側食った後ってちょっとさ、あれじゃない、歯ごたえあんまりないから、ちょっと歯ごたえを求めてイカに行く、イカに行くか、ちょっとオーディエンス黙ってください。まだ使ってないから、オーディエンスもないから、オーディエンス使ってないからまだ。もうね、これは切り抜けたいね。せっかくのイエローが大活躍したからね。すごいね、テレパシーみたいなもんだもんね。イカ、イカ、うん。俺ね、今卵とイカでめっちゃ迷ってますけど、いやでもなんかちょっと縁側がちょっと生臭くて、この辺で卵行きたいなって思った気もするんですよ。いやー、卵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 、そう、確か縁側がちょっと、あ、なんかちょっとなんかあれだなと思って、卵で一回リフレッシュしてからのイカだからです。卵、卵、卵、ファイナルアンサー。じゃあ一緒に見ますか。うわー、これ絶対間違ったやつだ。あー、イカかー、イカちょっとない。一緒に見ましょう。はい、ここで縁側を、縁側を僕は手をつけましたと。はい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 、次です。で、ちょっと、あ、なんかちょっと、うん、はい、あ、生臭いな。じゃあ卵食べようかな、はい、箸がイカに向かわないでよ。箸が向かった先は小エビだ。小エビ。しかも箸から手にも触れない。まさかの小エビを倒して、あれこれ、でもあ、これちょっとやめようかな、やめよう、やめよう、やめようかな。それは違うんだよ、それはまだ。だから君、小エビの出番じゃない、まだまだ小エビの出番じゃない、小エビの出番じゃない、とりあえず卵食べて、あー、バカー。不正解。あ、正解は小エビでした。思い出しました。あー、思い出し、あー、思い出し、余計なこと言ったんだよ、言いながら、なんか小エビもうまいみたいな、小エビだ言ってた。で、俺は多分その時卵を食べようと思ってたの、多分絶対。そしたら、あ、小エビうまいんだ、じゃあ俺も小エビ食べようみたいな。失敗に終わったってこと。ごちそうさまです。おしゃれ。一番高級の、昨日もうほら6万ぐらい使っていくんだよ。ごちそうさまでした。ふざけんなよ。食いたくなかったよ、俺焼肉食いたかったもんね。いやいや、今日いきなり寿司用意して、意味わかんないゲームでさ、今考えよう。